まず、本阿弥光悦がいましたよと、これが琳派最初の世代ですね。で、本阿弥光悦のお姉ちゃんがいたんですよね。で、お姉ちゃんっていうのが、緒方道伯っていう人と結婚したと。で、この緒方道伯っていうのが、この雁金屋を、作った人なんですよ。初代、もう創始者、一番最初の創業者なんですね。だから緒方道伯。で、この緒方道伯っていうのは、もともと近江、今の滋賀県の、戦国大名をしてた、浅井長政っていう人の家来筋だったというふうに言われてるんですよ。で、この浅井長政の奥さんっていうのが、お市っていう信長の妹さんなんですね。この妹さんと浅井長政さんの間で生まれた三姉妹っていうのがこの時代のキーポイントになってくるんですよ。この三姉妹っていうのが最初の長女がチャチャですね。後々ヨド殿という豊臣秀吉の側室になるチャチャがいますと。で、次女がハツです。で、三女、末っ子が、ゴーになるっていうことで、このゴーっていうのは徳川秀忠の、奥さんになるんですね。結婚するんですよ。で、徳川秀忠っていうのは、徳川将軍の二代目ですね。家康の次、息子ですね。と結婚するということで、この近江三姉妹が、徳川派と豊臣派に分かれるんですよ。っていう風な、すごい残酷というか、すごい数奇な運命をたどる三姉妹を舞台に、昔大河ドラマで豪ってあったと思うんですけど、ここら辺をね、すごく注力して紹介してる、大河ドラマで面白かったんですけども、そういう風な運命をたどった三姉妹がいたんですよ。で、仮金屋を中心に考えると、この緒方道伯からすると、浅井長政っていうのは織田信長に滅ぼされちゃったんですね。で、滅ぼされちゃって、で、このチャチャ殿っていうのとか、最初、信長に引き取られてたんですよ。面倒を見るみたいな感じで。で、その時、信長の家臣だった羽柴秀吉っていうのは、このチャチャ殿可愛いなってずっと思ってたんですよ。でも、信長様のね、妹さんの子供やから、わしが手出すわけにいかんしな、みたいな感じで狙っとったんですけど、時代があれよあれよと本能寺の変越えたら、あれ、俺いつの間にか天下になっちゃった、みたいな感じで、豊臣秀吉思って、よし、今ならいけるかもしれんって、チャチャにアタックしていくんですよ。で、チャチャを自分の側室にするということで、チャチャゲットやったーみたいな感じで豊臣秀吉は、天下取ってたと。っていう流れの中で、チャチャがすごい、ヨド殿として権力を持つようになったんですよ。で、緒方道伯からすると、ああ、ここ、俺、なんとか仮金屋やってるけど、なんとかこれ、ぶち上げなあかん、数字取らなあかんということで、どうしようかなと思ったら、あ、チャチャ殿がヨド殿になって豊臣秀吉のとこ行ってるから、ここに営業かけようって思ったんですね、緒方道伯は。で、ヨド殿のところに行って、すいません、昔、ヨド殿のお父さん、浅井長政のところで働いてた、緒方道伯言うんですけども、ちょっとね、商売やりだしてね、仮金屋いうのやりだしたんで、ちょっとね、注文もらえないですかみたいな感じで営業かけたら、ヨド殿も、あんたお父ちゃんのところで勤めとったの、あ、おったな、なんかおったな、覚えてる、なんか仮金屋っていう、呉服屋やってんの、あ、そうかそうか、ほんなら、私、やっぱね、今お金持ってるから豊臣秀吉の側室やから金持ってるからええもんと揃えてくれたらいくらでもこうだろうからちゃんとええもん用意してや金を払ったるからなみたいな感じで、可愛がるようになって、この淀殿から緒方道伯にめっちゃ注文が行くようになったんですよ。だから太客やったんですよね。太客ゲットっていうことで。で、緒方道伯からすると、やったやった、近江三姉妹に、他にもおるから、他にもちょっと、注文、営業行こうと思って、今度は豪の方にも、営業に行ったと。緒方アタックということで、豪にも営業行って、豪さん豪さんすいません、お姉さんもね、うちの仮金をひいきにしてくれてね、もともとお父ちゃんのところで勤めとった、覚えてますか道伯って言うんですけども、言うてくれて、夜空もね、うちに注文くれてるんですけども、豪さんも注文くれないですかみたいな感じで言ったら、豪も、おったね、あんた、なんか、私のお父ちゃんといいようにしてくれてたの覚えてるから、お姉ちゃんも注文してるし、私も注文したるわ、みたいな感じで、この仮金屋っていうのは、豊臣派からも注文もらえるし、徳川派からも注文もらえるということで、太客めっちゃ捕まえてて、めっちゃ羽振りが良かったっていうのが、仮金屋のスタートだったんですね。良かった良かった、と。で、道伯の、息子が、二代目、緒方宗伯ということになって、で、ここで、お寺のね、養賢院の話が出てくるんですよね。まず、この養賢院っていうのは、いつ建ったのかっていうと、1594年に、淀殿が、秀吉に頼んで、浅井長政らの供養のために建立したのが一番スタートというふうに言われております。だから、1594年っていうと、豊臣がまだブリブリ言ってた時ね、絶好調やった時、豊臣の天下、織田信長
が亡くなって豊臣が世界コロナ問題イエーイみたいな感じで、こう一番の勢いに乗ってるような時に、秀吉の側室の淀殿がお父ちゃん浅井長政が織田信長に殺されちゃって、なかなか供養もしてやれてなかったから今ちょうど、自分も力ある天下人秀吉の、側室としておるから、なあなあ秀吉さんちょっとうちのお父ちゃんそろそろええ加減供養したいからお父ちゃんとそれをねおじいちゃんとかも含めて全部供養したいからお寺建ててえなみたいな感じで言ったら秀吉がおっしゃおっしゃ分かった分かったわ可愛い淀殿のためやったら大丈夫やみたいな感じで建てたのが養元院という形ですね。で良かったんですけども、1615年大阪夏の陣で、豊臣家が亡くなっちゃったと。で豊臣家が滅んじゃったのでここで淀殿が亡くなっちゃったと。で、息子の秀頼も亡くなっちゃったというところで、この妹の初じゃなくて郷の方ね徳川秀忠二代目の奥さんとして郷はおるんですけどもお姉ちゃんが徳川家にやられてもだから亡くなってもだって言うと悲しんでちょっと私もお姉ちゃんを弔うためにこの養元に行く言うてこの郷は養元に行って淀殿と秀頼の菩提を弔うというそういう風な流れになったんですね。で、これもすごい話なんですけどね。言うたら、ちょっと前まで敵方がやった人たちの菩提を弔うために、豪は、養元院で、こう、ね、お祈りしに行くという、よう徳川家許したなと、秀忠と家康許したなって感じなんですけども、豪って結構跳ね返りやったので、それ OK やったという形で、なんとか OK やねんなと思っとったら、それで OK やと思っとったら、1619年に、なんとこの養元院が火災で焼失してしまうんですよ。マジでみたいな。燃えてしまうみたいな。で、豪からすると、あっかー、燃えてもうたー、みたいな。お姉ちゃん建てたやつ燃えてもうたー、みたいな。お姉ちゃんをこうね、菩提伴っとったし、お父さんの菩提も伴っとったのに燃えてもうた。これ復興せなあかん。私がやったるわ、ボーンみたいな感じで、豪がこれを復活させようとするんですけども、なんとか建物は建ったと。あ、建ってよかったな、なんですけども、建物の中の装飾ちゃんとせなあかんなんと、襖絵とかいっぱい描かなあかんな、っていうことで、絵描きを集めようって言ったんですけども、ちょうどこの時って、関ヶ原終わって徳川幕府が盤石の体制に向けていろいろ二条城を建てたりとかいろいろね仕事があってそこの襖絵を描くとかで狩野派とかの絵師とかが全部そこに徳川家康にこの投入されてたので絵師不足やったんですよ。で豪からすると「キー私の寺どうでもいいのクソ!」みたいな感じでちょっと生きり立っとったんですよ。で「分かった分かったもうええわもう徳川の狩野派とかもどうでもええ私が何とかするわ」ということで「おい狩金や狩金やおい尾形宗伯宗伯二代目おい私今までいっぱい注文あげてたよな」でこのお姉ちゃんも注文あげてたよなしかも私と、秀忠さんの娘で東福門院っていう子供がおんねんけど娘がおんねんけどこれ今度天皇嫁ぐからその注文もあんたのところあげるように段取りしてんねんから私の言うことちょっと聞いてえや、ちょっと養元院っていうお寺をな今私再興しようとしてな作り直しとんねんけどな絵師がおらへんねんもう足りてへんからそれでなんかこう養元院がなんとかうまいこといかへんようになってるからあんたは京都やろ京都やったら絵師も多分いっぱいおると思うからあんたのつてで、なんか目星絵師を集めて、私のこの養元院の襖絵を描ける絵師を集めてきてみたいな感じで無茶振りされてで、この尾形宗伯というのが、わかりました、注文もらってるんで、なんとかしますって言われて、どうしよっかなと思ってたら、そういや、おじさんがなんか芸術村とかでいっぱい建ててて、芸術家とすごい仲ええから、おじさんに相談しようって言って、おじさんに相談したと。で、このおじさんっていうのが、本阿弥光悦なんですよね。だって、お姉ちゃんが、お母さんなの。この宗伯からすると、お母さんは、本阿弥光悦のお姉ちゃんなので、本阿弥光悦っていうのは、尾形宗伯からすると、おじさんに当たるわけなんですよ。で、おじさん、おじさん、ちょっとここ工事で、なんかお寺の襖絵描いてほしい絵師を探してるって、郷さんが言ってんねやんか。なんか絵描きおらへんかな、っていうことで、田原屋宗達が、絵のおるから紹介したるわって、田原屋宗達を紹介されて、養元院描きましたよっていうのが、田原屋宗達の流れだったんですよね。で、そういう風な流れもあって、結構、だからもうここら辺、尾形家と、本阿弥家と、徳川家とか豊臣家って、全員ズブズブの関係やったんですよ。もうぐっちゃぐちゃに絡まり合ってるっていうのが、権力ともう癒着がしまくってるのが、ここら辺の時代だったんですよ。すんごいでしょ、すんごい絡まってるでしょ。で、この尾形宗伯の息子が、尾形宗玄ということで、店継いだと。で、その尾形宗玄の息子が、長男が藤三郎で次男がここで出てくるんですね尾形光琳で三男が、末っ子が、尾形乾山ということで乾山も、陶芸とかをやっている、琳派の、
アーティストの一人と、まあ、リンパってなんか本阿弥光悦も一応リンパの一人というふうに言われているので、絵師だけじゃないんですね。いろんな芸術活動をしている、作家をリンパのグループとして扱うので、尾形乾山というのは陶芸部門のリンパだったんですよ。も、いましたよと。で、結構尾形光琳と乾山というのはコラボした作品とか結構ね、絵付けとかを、焼き物に絵付けとかあるじゃないですか。ああいうのをしてた作品というのが残ってて、でこの乾山というのは、まあ、晩年は江戸の方に行って江戸でリンパの方を広めていたというふうに言われてます。っていうふうな、まあ、この三兄弟が出てくるというところで、これが1658年に尾形光琳が生まれる相関図の図式になります。